よろしくお願いします。はい、じゃあ改めまして、はい、なっちゃびさんです。今日はねちょっと新しい下着をちょっと見ていただきたくて、はい、なっちゃびさんにね、なっちゃびさんの、うん、ね、作られてる下着をつけると、うん、やっぱりなんかね、そのニットが怖くないっていうか、ああ気持ちに自信が持てるんですよ。けどやっぱついついなんかカップ付きのタンクトップってなんか楽な方、楽な方に流れてしちゃう。世の中ね、やはりちょっと数年間お家の中の時間過ごされて、うん、もういいやって言って、うんうん、楽な方になられて、うん、そのまままだ回復されず、そうそうかも、本当にそうっていう方がやっぱり一般的に増えてきてて、はい、うんうん、前のつけたらこんな浮くんですとか、うん、こんなことになったんですとかって、うん、そうまさにそうだ、うん、じゃあちょっとよろしくお願いします。ぜひぜひ、ね、お願いいたしますね、カルテを、はいはい、ちょっとね、お久しぶりなので、はい、今日本に何店舗ぐらいあるんですか？店舗は、うん、神戸と大阪とこちらの4店舗なんですけど、うん、時が止まってそのまんまっていう方が多いですか？多いです。ね、なんかチャビでは、うん、以前は下着だけでお伝えしてたんですが、うんうん、さらにちょっとマシンも使って、うん、姿勢改善、筋膜リリースできることを始めたりとか、それはどこでできるの？ここでできるの？ちょっとね、表参道お店が小さいので、うん、もう本当にこう座っていただいて、まあ、バスト周りとか上半身腰周りって感じなんですけど、コメとかだったら全身ベッドあるので寝ていただいてできるんですよ。あとはお食事から、うん、まあ、栄養がね、食べてるけどカロリーあっても栄養がいってない方が多いので、うん、ちゃんとそういう食指導で太っちゃった方にもちゃんと栄養を取りながら、うん、体重も落としつつスタイル良くなっていただくっていうのを、うん、そのサボマスはね、今ね、心強いですよね、女性たちにとっては ね、 ね、やっぱり一年一年年、うん、とともに体ってね、うん、ほっといていいようにはならないんで、うん、逆に今からでも大丈夫っていうね、サポート自分の体の満足度、これ考えたことないんですが、いや、素敵なお顔出されててもすごいこう、ね、気にしすぎの方もいらっしゃるので、そうか、うん、はい、年々、まあ、40代になってくるとホルモンバランスって変わってくる時なんですけど、うん、やっぱり、ね、疲れやすいとかが増えてくるかな、うん、早い方も35半ぐらいから、うん、ちょっとめまいが出てきたのか、あ、そうか、めまいとか耳鳴りとかもそうですか？耳鳴りもそうなんですよ、私も耳ね、やられたんですけど、お医者様に言われたのが、うん、まあ、これも脳下血腫の一つですね。はい、はい、ありがとうございます。こんな感じでしょうか？ちょっとお願いください、ね、ちょっとお話ししながらいったんですけどね、たくさん気になるところに全部つけていただきましたね。まずはね、その体重変動はなくてっていうことなので、うん、そんなに大きくサイズが変わることはないと思うんですけど、はい、ただ今あごのつけるとどのぐらい見えてるのにこんだけあるんだよっていうのも考えていただけると思うので、はい、細くでもね、あるので、はい、楽しみ、はい、いただきましょう、はい、わかりました、はい、はい、はい、この中入っていただきますね、はい、全体見させてもらっていいですか？はい、はい、はい、下着状態で掲げてください。ではでは、はい、大丈夫ですか？じゃあ測定させていただきますね、失礼します。ヒリさん見て、ここ、いや、ネットだ、いやー、ちょっとこの子がね、だいぶ緩くなって伸びてきて、こう伸びる力がThank you.
ありがとうございました。気持ちが違いですか。嬉しいです。で、触ってもらうと、はい、ゆったりでも、うん、このカーブが、そう、そうですね。違うなと思います。ここね、奥行きがね、うんうん、見えますよね。嬉しい。ここ触った感じは、はい、いい感じです。感じだ、ね、はい、だからあとは外したらにげちゃうの、うん、違う、あなたそっちじゃない、こっちこっちって見せてね、うん、てください。そうすると、うん、例えば今40代でも、うん、50代60代もっと綺麗になります。うん、うん、楽しみ。だからチャビのお客様は、うん、本当に20代30代から通い続けられてる方いるんですけど、うん、マイナスチャビ今年27年になるんですよ。その当時のお客様その時より今の方が綺麗になってます、続けるってすごいなって思います。そうですね、ランジェリー専用洗剤なんですね。でランジェリー専用洗剤っていうのは中性でできてて、うん、油の分解力が高いんです。ボディクリームになってるとか、うん、結構クリームの、 あの油汚れっていうのがすごいので、あの触れなくても綺麗に汚れを、それはで、うん、あとすごい差が出るのが、自分でね家にあるからそれでいいって使う方がいるんですけど、うん、肩ひも調整するときに、ね、伸びなくなるんです。やっぱ下着ってこの伸び縮みがあるのがすごい、あの重要なんですけど、うん、これじゃあ意味ないです。さ、まだ買って間がないですけど、あのこんな伸びなかったら体もしんどいしっていうので買ってもらうと、一旦なっちゃったのは戻らないんですけど、うんうん、新しいブラは長持ちしてます。すごい大事ですね。本当洗剤ってこんなに違うんだなって思います。なんかこの下着をどこかに寄付されてるじゃないですか。うちで、まあ、オリジナルのブラジャーハピネスっていうんですけど、うんうん、はい、ただチャビの場合はワイヤーが広がってきて寄らなくなったっていうのが寿命になるので、うん、まあ、見た目も綺麗し汚れてないブラジャーを回収して、うん、毎年年末にあの引き取りってやってるんですけど、うん、それを15年間あの業者さんを通じて海外の国にあの寄付をさせていただいたんです、うんうん、昨年の年末にはお知り合いの方通じてカンボジアのね、そういう孤児院とかその孤児院で働いてる方にプレゼントすることができたので、今日チャビさんにご紹介いただいたのがこちらのニッパー。ブラジャーだけだったお肉がすぐ横に描いちゃうのを、うんうん、これをつけていただくと、うん、この脇の付けの高いところまで生地があるので、うん、痛くなくてお肉を寄せたのを止めてくれる、うん、だから、うん、あえてもこれはもうこのレースを服みたいに見せてくださいねっていうことでもできてます。可愛い、柔らかくて痛くないから、うん、そうですね、すごいつけててもなんか楽ですね、うんうん、重赤外線っていう遠赤外線よりも10倍エネルギーがあるっていうね生地なので、体をこう冷やさず温める効果もあります。なんか女性に優しくさらに若々しくやってもらえるようにお作りしてます。はい、もうこれはもうチャビで20何年ずっとリピートしてるショーツなんですけど、プリリンパンツって言って、うん、基本この裾にゴムが入ってます。はい、でこのゴムはお尻の途中で潰さないように全部包み込む形になってて、うんうん、ブラジャーでワイヤーの代わりになってくるんですね、はい、でプラスこれを履き続けてるとお尻と太ももの境目だんだんなくなったっていう方でも境目がつくっていうショーツなんですが、うん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 、あと伸びがねこう、いやーこれ気持ちいいですよね、伸び伸びで、はい、お腹にも段がつかない、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとも楽しみに。はい。じゃあ、チャビさんまた。ありがとうございます。